1 2 3 4よろしくお願いしますわ。さあ、行くぞ。オー満場一の一番人気、青山周平全国ナンバーワン。対するは秋田、ほぼ互角の人気。12レースの発走でございます。5秒を切ります。3秒前、12レース優勝戦スタートしました。アンデスラのインコースからコースが飛び出していきました。そして20メーターラインでは小林瑞稀が内側から先手を取った。1番のコースカーをまくって出るのは2番の秋田、秋田が主導権を握ります。さあ最終ハンデ勢からは8番の青山周平を抑えて6番の小林瑞稀、この1周回7番手のままだった青山周平、ここから影響があるのか。さあここで最終班から先手を取り切りました。その勢いで中野をさばいて5番手に上がっています。先頭は2番の秋田隆弘、鎌口を誇る伊田天が先頭に上がっています。2番手コースカ、さらには4番山際慎介、山際が2番手の1番、コースカのインコースを狙って残りは4周回、青山周平も順調な動きであります。この1コーナーでは斉藤を捉えて4番手にステップアップ。気がついてみれば早くも独走状態に入っている秋田。さあ3番手強引に攻めたのは青山周平であります。青山が3番手に上がりまして、さらには2番手を狙う。残りは3周回、先頭は秋田、秋田は逃走態勢を作っています。さあ2番手に青山周平、4番の山際を捉えた。残り2周半はこれは面白いし攻防戦になりそうであります。秋田が逃げ切るのか、秋田が逃げ切るのか、青山周平周回は十分残っている。残りは2周回です。先頭は秋田、2番手青山周平、かなり近いところまで青山が来ました。その差は三車身であります。まだわずかに秋田が先頭であります。2005年以来15年ぶりの優勝を目指して最終周回、青山が狙っている。さあ残り1周回青山に対しまして、さあ秋田先頭へ、優勝への執念を見せる青山が斜めになって入った。最終コーナー青山が先頭に上がった。やや膨らんでいますが最後は勝利への執念で青山。払い戻し金です。おつれ2連勝短式8番2番310円、2連勝複式2と8の組200円、3連勝短式8番2番4番960円、3連勝複式2と4と8の組390円、いずれも1番人気での決着となりました。結果を発表します。おめでとうございます。